はい、3、2、求む悩める子羊たち、お前らの悩みは大きな気持ちでみんなを助ける。あった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 、はい、熱意と迫力が足りないんだよ、はい、なんでわかんないかな。わかんないよ。求む悩める子羊たち、これこれこれ、こんな感じでいいんだ。あ、ちょっと劇場チックというか、はい、行きますよ。求む悩める子羊たち、お前らの気持ちは大きな気持ちでみんなを助ける。大丈夫よ。立った同じ感じでしたけど。ええ違うんだよな。何が何が、どうですかね。熱意か、これ熱意こんな気がするんだよ。ちょっと根本的な問題、根本的な問題、うん、T シャツの色とかどう。そうだね、 T シャツの色、競合入ってないか。競合入ってない。何のえ、なんか YouTube ってそういうのあんの、なんか、うん、一応ね、提携してんの、うん、オッケーオッケー。もうちょいこうさ、なんて言うんだろうな、うん、こういう感じでこう、うん、こういける。はい、それでは行ってみましょうか。すいません、ちょっといける気がしないんだけど。はい、行きます。いや、決めてこう。はい、3、2、求む悩める子羊たち、お前らの悩みは大きな気持ちでみんなを助ける。大丈夫、略して、はい、オッケーです。オッケーかな。オッケーだったかな。オッケーオッケー、チェックお願いしていいですか。あ、チェック、はい、あ、オッケーオッケー、はい、してるしてる。オッケー、大丈夫。うん、じゃあこれね、あの学校のホームページに載せとくから。取れてる気がしない。ありがとうございました。ちょ、チェックしてるとこチェックさせて。チェックさせて。あら、あそこ階段あったっけ。お、金近くん、はい、これ。おい、なんだ、果たし状か、この野郎。上等だよ、やってやんぞ、この野郎。先生からだ。あ、はい。大丈夫部…あ、ごめん、漢字読めねえ、マイト。読めないの。大丈夫部員の皆様へ、次の中間テストにて一人でも赤点が出たら大丈夫の活動を一時休止とする。一人でも赤点が出たら休止。完全俺やばいじゃん。俺じゃん。俺がこれ赤点取って大丈夫の存続危機に陥るやつじゃん。いや、安心しろ、金近くん。そうだよな、まだ中間まで時間あるもんね。僕もだから。マリトも。ちょっと嘘でしょ。私もなんだけど。お前もかよ。うわ、これ完全大丈夫存続の危機だよ。終わった。どうしよう。来た、救世主。いや、振動だ。いや、2年に一度出るか出ないかの天才だ。割と頻繁に出てる。頻度頼むぜ、おい。で、僕に何の用。あ、凛太郎、頼む、勉強教えてくれ。お願い、お願い。勉強？なんだよ、急に。いや、先生から次の中間テストに一人でも赤点が出たら活動休止だって。やんことなき事実。だから頼むよ、凛太郎、勉強教えてくれよ。お願い。でも勉強ってテストのために付け焼き刃でやるもんじゃないからな。おい、お前にやたら絡んでくる5組の増田、軽く締めといてやるよ。オッケー、教えよ。パパ行きつけのお寿司屋さん連れて行くから。オッケー、教えよ。よし、一日デートしてあげる。静かにしてくれ。なんだよそれ。静かに。なんだよ、分かったよ。教えてくれたら2週間殴ったりしない。オッケー、交渉成立。やった。テストに出るとこだけまとめといたから、これだけやっとけば、あ、赤点になることはないと思うよ。世界三大洋の中で2番目に大きい太陽名は大泉洋か。違うよ。え、赤点どうでしょうじゃないよ。違うよ。何言ってんだよ。違う、言ってんだよ。両生類をできるだけ多く書きなさいって、めっちゃ簡単じゃん。おい、やるじゃないか、マイト。おい、揺らさないで。違う、両生類、両生類じゃないよ、おい。具体的な動物の名前を書くんだよ。あ、そうなんだ、そりゃそうだろう。この時のメロスの気持ちを答えなさいか。メロスの気持ちはメロスにしか分かんねえよ。そうだろう。なんならさ、勝手に分かったつもりになってここに書かれた時のメロスの気持ち、お前答えてみろよ。誰に言ってんだよ。分かんのかよ。誰に言ってんの。人っていうのはさ、口で言う気持ちと心で思ってることって違うんだよ。複雑なんだよ。だからメロスが答え教えてくれたとしても、それが正しいとは分からないからな。早く書けよ。メロス、好きな
ってんだよ。誰に問いかけてんだよ。くそ、ダメだ。もう終わってんじゃないかよ、君たち。学力破滅してるよ。こんなレベルなのかい。教え方が悪いんじゃないのか。うん。何、そうか、生半可なやり方じゃダメだ。こう、うん、これしかない。ちょっと待っとけ。なんだ。お前、甘ったれてんじゃねえよ。自分の将来は自分で切り開くんだ。お前らにはその力があるんだ。なんだっけこれ。え、極戦のヤン組。そういうことじゃないよね。違うよね、うん、すいません。着替えてきます。急いで、時間ないから。出会いはセンセーション、刹那のストップモーション、まさにレボリューション。